平成12年8月、田園風景が広がる大分県の津町の小さな集落で凄惨な事件が起きました。青いシートにすっぽりと覆われた現場が浮かび上がり、上空からは異様な光景に映って見えます。サバイバルナイフを持った少年が民家に侵入し、3人の兄弟と母、祖父母の6人を次々と刺します。長男と母、祖母の3人が即死、祖父と長女、次男の3人が大怪我をしました。この事件で逮捕されたのは、近所に住む当時高校1年生の少年でした。お風呂場を覗いたのではないかと疑われたと。その後、母親から何回も同じことを聞かれたと。全員が僕を無視するようになった。事件から18年、13歳の長男を失った父親は、障害を負った長女と次男と共に懸命に生きてきました。事件に対しては心の変化はないです。決してそれ思いが言えることはないんですよね。どうしてもその刑事責任っていうのは負うべきじゃなかったかなと。本当の動機が本当何だったんだろうってやっぱり思いますよね。少年法が厳罰化される直前の犯行だったため、15歳の少年に刑事責任は問われなかったのです。遺族が最も知りたかった詳細な動機は、家庭裁判所の非公開審理のため公になることはありませんでした。家裁の決定により、少年は医療少年院に送致され、7年後別の少年院を退院します。一方、民事訴訟により35歳までの年2回遺族に近況を知らせなければなりませんが、これまでに送られてきたのは大半が両親からの手紙。本人からは数えるほどしかありません。目の前にいたら、もし僕にナイフがあって私助かもしれません。でもそれで何かがじゃあ解決するのかって言ったら、何も解決するものはないですね。悲しむ人はたくさん出てくるだけの話で。悲惨な事件は大分県で被害者支援に目を向けるきっかけとなりました。もし、唯一彼女彼らの死は無駄でないというふうに言うためだったらね、この事件をきっかけのおかげで集まった我々信頼関係できる人たちで、センターを作ろう。事件から3年後、遺族の支援に関わった弁護士や臨床心理士が大分被害者支援センターを設立、相談体制などを整えてきました。被害者を励ますことはみんなにもできますし、父親は設立当初からボランティアとして携わり、講演会などで自身の体験を語ってきました。センターは息子が生きた証と考えています。長男が亡くなったことでこういうセンターが立ち上がるんだから、長男が生きてたらちょっとでも手伝いたいっていう気持ちになるだろう。長男はやりたくてもできないから、わってできるのは今自分しかいない。18年間、気持ちの整理がつかないと話す遺族にとって、被害者支援の広がりが唯一の救いとなっています。